武蔵小杉駅に隣接する広場、小杉コアパークで6月1日、真ん中フェスが開かれました。このイベントは川崎市で仕事も子育ても全力で楽しんでいるお母さんたちが手掛けたもので、今回初めて開催されました。このイベントは川崎の企業ママたちが、一堂に集まって、このねお母さんたちの パワーが集結した、イベントです。誰もプロの人が入らないでママたちだけが口コミで集まって、企画から運営から今日 あの当日まで全部ママさんたちだけの女性だけの手で作り上げたイベントです。川崎市のママたちを元気にしたいと開催された真ん中フェス。会場に物販、ワークショップなどを出展したのもイベントに賛同したお母さんたちです。そして会場を彩る装飾、バルーンアートを作り、裏方としてイベントを支えるスタッフももちろんお母さんたちです。準備期間は、3、4ヶ月ぐらい前から、はい、やっていました。子育てしている方にもあのもうちょっと、私も何かやってみたいなっていうような勇気をつ勇気づけられたらなっていうのもあります。はい、ステージでもお母さんたちによるダンスや人形劇などが披露されました。こちらは宮前区を中心に音楽活動を行っているグループ、音のワグマです。音のワグマは歌とダンスで会場を盛り上げ、来場者も一緒になって体を動かしていました。子どももリズムに乗って楽しく過ごしていたので、親子で楽しめるイベントで良かったです。参加させていただいて、ちっちゃな子どもさんやお母さんたちが笑顔になって、音楽に体を自然に動かしていただいてて、もとってもなんか嬉しくなって、これからもこういうイベントあればいいなと思っています。ありがとうございます。2日にわたって開催されたこのイベント、多くのお母さんたちが会場に足を運び、子どもと一緒にイベントを楽しんでいました。小杉コアパークで6月3日、スポーツイベントコスギンピックが開催されました。武蔵小杉のナンバーワンスポーツを決めるこのコスギンピック、中原区の市民活動団体が企画しました。住民の交流なんですよね。それで特に高層マンションの住民と、それから地域の住民、こういう人たちがこの場で交流し合って、地域全体が盛り上がるというのが理想です。こちらは子どもの部の綱引きです。各地域のサークルなどがグループごとにチームを作り、ナンバーワンを目指します。とてもみんなの協力してで やれたので楽しかったです。また今年はバリアフリーをテーマにしたパラスポーツの体験コーナーも設けられました。最後は参加者全員が協力した大玉送りも行われ、参加者はスポーツを通して地域との交流を図っていました。伊田山のふもとにある中原区市民健康の森で6月3日、恒例行事となったホタルの鑑賞会が開かれました。毎年この時期、森を流れる小川の一部には網が張られ、兵庫県から運ばれてきた源氏ホタルが育てられています。今年のホタルの数はおよそ400匹。飼育しているのはイベントを主催する中原区市民健康の森を育てる会ホタル班のメンバーです。ホタル班は毎年地域を盛り上げるため、この時期に産卵を迎えるホタル数百匹を買い入れ、
6月中旬に卵を放流。孵化した幼虫が育つ環境を作るため、1年間小川の整備や外敵となる昆虫の駆除などを行っています。活動の成果もあり、自生するホタルの数は年々増えているそうです。去年のやつが生息して何匹かは今外に出て飛んでますけれども、それをだんだん増やしてこの井田の森を全部ホタルの里というぐらいに大きな夢は持ってますけどね。ホタルの鑑賞会は3日間行われ、最終日となったこの日もイベント開始の午後7時を前に多くの人が集まりました。一昨年に1回来たことがあって、今日2回目です。子供も前よりも分かるようになってるかなと思って、ホタル見てみたいって今日楽しみにしてきました。午後7時、いよいよ鑑賞会のスタートです。下にいる下にいる下にいる、源氏ホタルはホタルの中で一番強く光を放つそうで、訪れた人は歓声を上げながら鑑賞を楽しんでいました。外の方も見ていただけるとホタルが、あ、最高です。綺麗、面白い、綺麗で面白かった、綺麗だし面白い、綺麗だった、とても綺麗だなと思いました。とても綺麗 で顔がありました。なんかすごいいっぱいいたんでびっくりしました。こんなにいると思わなかったですね。綺麗で良かったです、はい。ホタルが偶然体に止まった子どももいて、子どもたちはホタルを近くで観察していました。うわ、離れてくれない。なんか綺麗だった。頭が赤いだし、なんかくすぐったい。誰の飛んだ、あ、カメラにくっついた。今年も3日間でおよそ3600人が会場を訪れ、この時期の風物詩を楽しんでいました。世界は友達というイベントがこの川崎市国際交流センターで7月8日の日曜日に行われます。世界は友達ですから、世界中のお友達が集まりますよ。何をやるか、世界の料理、いろんな国の料理をね、食べられます。子どもたちは世界の言葉で絵本を読んでくれるコーナーがあります。スタンプラリーもありますよ。それから何よりも世界の文化、日本に住んでる外国人の方がね、踊ったり歌ったり演奏したり、いろんなことで皆さんを楽しませてくれます。後ろでジャグリングをやってくれてますミルコさんのジャグリングもその日見ることができますよ。7月8日日曜日、ぜひいらっしゃってください。